ていうんですかね、本当にまあバンドばっかりやってきたもんで、この世界でもうそれだけが本当のやり方だと思ってるコミュニケーションの仕方で、それを僕はバンドだと思ってしまうところがあって、そう、なんか僕はそういう風に人と今まで音楽を作ってきたので、それがギタリストであれ、うん、ピアニストであれで、今回はそれが、まあ、映画監督の大和さんだったという、うん、そういう気持ちがあります。最初にいただいた時はでもなんかこの悪ふざけの感じ、うん、開脚の感じ、うん、明るい残酷さが映像に灯るといいなっていうところも、はい、もう確信犯的な悪ふざけを、うん、あの映像としても根を詰めたいなっていうところがありましたね。やっぱりちょっと一作目と通じる言葉になってしまうんですけど、きちんと捧げ切りたいという思いがあの強くって、もう一作目も実は3回脚本が明確に違う、第3稿が今のバージョンなんですけど、うんうん、あのきっと志麻さんの歌1曲に対してあの頑張ったら100本ぐらい私作れるなって思うんですけどお辞儀お辞儀ですか、ありがとうございますなので少年セゾンもきっといろんな少年セゾンがせっかく今リアルタイムで夏が訪れようとあの時していましたし、はい、いろんな少年セゾンがありえて、どの少年セゾンが、うん、ドレスコードさんの今の少年セゾンを本当にあの体を表す映像として良いのかっていうことをずっと音楽と相談するような時間でした。ミックスする前の本当に録音した音源を志麻さん本人が、あのお化粧する前の音源だからこれからお化粧するんですよっておっしゃっていて、そうなんですよね。もうまたお化粧すると本当に志麻さんは細部までこの音にもきちんと意思がメッセージが灯っていて、なのでもしお化粧した状態で聞いてたらまた違うあの少年セゾンがなっただろうなっていう、でも今のこの選択をあのとても愛しているんですけれども、うん、そのお化粧の過程で志麻、うん、さんがどれだけ音源に対して精魂つけ果てるまで一音一音一音に、うん、一音未満のところまで楽器の呼吸のところまできっと調整をされてるんだろうなっていうことが、うん、その、うん、過程の中でも伝わりましたね、うん、さすがです、うん、でもきっと腰というかその楽曲のそのまあまあだから多分お化粧と言ったのはその人の魅力みたいなもの、まああるいはその性分とかそういうものは変わらないんですね。きっと僕がメロディーをひらめいた時にもうすでにあって、でそこにもう言葉を与えるっていうのすら余分に思うところ、なんとかなんとか余分にならないふさわしい、それこそふさわしい言葉を頑張って頑張って書いて、でそこにそのメロディーのための、伴奏をつける、そうでそうやって最後の最後にまあ本当にもうお化粧程度の、うん、調整が最後あってまあ曲は完成しますね。でそうさっきそのもしかしたら違った少年セゾンのビデオがあったかもしれないとおっしゃっていただいたのもやっぱり、うん、じゃあそこに何かこう祖母が生まれるっていうことはきっとなかっただろうとも思いますし、そのやっぱりその失われた少年セゾンもああ見てみたかったなというファン心理もありますね。あのそうですね、本当でもなんかすっぴんのちょっと肉体性みたいなものが、うん、はい、すごく今の少年セゾンの映像の肉体性にすごく、うんうん、はい、実は通じている、うん、はい、今こんな素敵なお化粧をして、うん、はい、夏の都会の女の子をはい、シティな感じになっていたかもしれません。今は白
場で少年セゾンです。はい、おそらく皆さんが映像を初めて見た時の、状況に僕が一番近いのは最初にプロットをいただく時ですね。でその時の驚きっていうのがおそらくね、まあ映像それがどんな、ね、映像であれ、そうあの大和さんの映像でなくていろんな映画とかね、この世にあるそういう作品に初めて出会う時の衝撃っていう、でこのビデオの衝撃っていうのを僕は、うん、なんか理解できるつもりではいて、それほど、うん、やっぱり最初にいただいたプロットが素晴らしいものだったので、うん、もうさすがの一言ですね。その選択肢に上がった時に、うん、その今の方には最後の一枚にペタッと、うん、あの岡崎京子先生の、うん、I wanna be your dog の表紙を、はい、あのペタッと、はい、特に何の、うん、なんというか説明もなく、ね、そうですね、何の覚え書きもなく提出したんですが、はいはい、そして私の元に返ってきた伝言はあのごめんなさい、ね、嬉しくて今笑って、あのすいません、はい、あの私の元に返ってきた伝言は、シマはこの一枚で全てを理解したそうですというそうそう、なんかそれ伝聞の伝聞で、シマ、うん、はあの添付画像で全てを理解したとのことですっていう一番感そんな偉そうな、いやでも全然偉そうと思わなかったですけどね、うん、すいません、はい、そんな、あのなんかすごいあの面白いコミュニケーションで、はい、なんか私も嬉しかったですね、その返事、はい、まあその感想をいただくっていうのが こうこの曲に対して初めてである時にペタッとこう岡崎京子さんのその I wanna be a dog のね、まあ表紙の画像がポンと添えられてあって、ああ全部お見通しなのですねと思って、でそこにまあもちろんプロットがあるわけで、もうはい十分十分でございますと、はい、どういう映像を撮られるか、うん、もう全てお任せいたします、安心して全て委ねますと思いました。というのは歌詞の一節に引用があるんですね、あの冷たいけれど愛するアイスクリームって、その恋人のことアイスクリームにねなぞらえてっていうのは、その岡崎京子さんの、まあ、私はあなたのおもちゃなのっていう短編の中にあるまあシーンのまあ引用で、それももちろん分かっていただけたんだろうなとか、でそっか I wanna be your dog で犬とか、なるほどなとか、雄弁でしたね、あの写真が何より雄弁でした。そうですね、でも友達がするだけの口づけは、うん、最低な友達の口づけと、うん、志麻さんにとっては無意識的なものなのか、そうですね、きっとそれもあるでしょうね、うん、その最低な友達のビデオを受けてのまた僕からのレスポンスっていうのが無意識にあったかもしれないですね、それは、うんうん、完成されたものを見るとなんでこんな克明にモチーフが続いているのに無意識なんだって、あ、そうですね、お客さんから、うん、観客の皆さんからすると、オーディエンスの皆さんからすると、うん、もしかして思われるかもしれません。意外とね、はい、作っている本人が分かってなかったりするんですよね、はい、うんうん、口づけっていうのがやっぱりその後話さないと、口を話さないと口づけにならないから、うんうん、そういうやっぱり別れが約束された肉体的行為として口づけっていうものがあって、うんうん、一方的ですよね、キスとかではなくて交換ではなくて、ただそこに印をつけるっていうような、うんうん、それがすごくこう儀式的ですね、こう五感発音から、うんうんうん、結果的にそういう学術的な道と照らし合わされるっていうのも、はい、うんうん、あの志麻さんの童貞にすごく、うんうん、お似合いの
つも学問を先取ってしまうっていうところがなんかやっぱりそういう予感とか予兆とかに敏感に鋭敏に生きてらっしゃるからそういうものと適切に出会っていかれるんだなっていうことを、こう全部の芸術からいつもその吸い取った集大成を、はい、1年に1回、はい、窓としてのアルバムに、はい、収めていただいてるんだなって、はい、なんか聞かずしていられるかという気持ちになんか裏側、その過程を、はい、覗いてさらに増すような、好奇心がすごくありますね。ドレスコードさんの音楽に対して、口づけっていう歌詞がまさにしっかり出てくるのはこの2作目の少年セゾンなんですが、連続する中で本当に、それあらゆる表現においても作家のモチーフが無意識的に反復されるということはあるかなと思うんですが、そこと千葉さんの歌がしっかりと出会っていて、くれて、16歳から実はあの日誕生日だったんですが服部美咲さんが、17歳になった日に犬に向かって投げキッスをするという、17歳の身体に、ふさわしいような表現になってますね、少年セゾンは。